レック専任講師法人税を担当しております小池と申します。本日よろしくお願いいたします。ガイダンスという形で、えっ、ー、と、法人税法についてお話をしていきたいと思います。もうここ数年の話なんですけれども、今のやっぱ試験のキーワードは理解です。えっ、ー、と、理解しているかどうか、理解しているかどうか。で、それを、えっ、ー、と、 難しいテーマを使うことなく、前回であれば、例えば欠損金、評価損、これをちゃんと理解しているかどうか。で、理解って何なのか。えっ、ー、と、暗記とかしているとかいう次元ではなくて、理解って何なのかっていうことを国税庁がどの意図で使ってるのかっていうのはもう、ここ数年見ていて、もう間違いないことが一つあって、 本試験の特徴っていうものはすごく実は奥が深くて本試験の内容をちゃんと適正にちゃんと理解していれば実務で間違いなくそれに対応できる要素を盛り込んで問題を作っているこれがすみませんちょっとお恥ずかしい話ですけれども専門学校との一番の差なんですよでそこを本当に えっと、ちゃんとやるためには、やっぱり物事は、物は使うために、こう、えっ、ー、と、知識っていうのは活用して使っていく。その上で、正しく理解していれば、正しいことができるっていうことが、あの、可能になるんで、そこを、えっ、ー、と、ただ表面的なもの、ただの、えっ、ー、と、暗記とか、そういうパターンとかいうものとはちょっと違う部分があるんですけれども、上 急及で、例えば回答を見れば特に難しいものはない。それはちゃんと正当な努力をしているからで。あとは、それをちゃんと理解して使うという部分を、がまだ一段高くするチャンスをこの講義で鍛えていってほしいんですね。で、それができるように講義はしていきます。で、間違いなくその付加価値っていうものを高めていく。 っていうことを前提にお話の方は、えっ、ー、と、していくっていうことに心がけてますので、で、一番のやはり売りは、本試験の解説の部分です。で、やっぱ本試験のすごさっていうのは、例えばそのテーマを学習すれば、で、それをちゃんと掘り下げれば、そ辺に対応する実務が、 適正にににできるようになるよよううな作られているこれが、えっと、専門学校との大きな違いで、そこをやっぱ丁寧に解説していって、皆さんに知識というのを正しく活用して、しかも正しく理解するためのベースを、そこで、えっと、どん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 投げかけていきます。で、そのために、えっと、それをやることによって、えっと、もう、 要は皆様が紙にこう表現することが税理士と資質を持ってるよという形のものが伝われば、えー、と試験というのが突破できるというのふうにもう間違いなくそうなってはいるんでテックの強みは税法の講師たちが実務を真剣に取り組んでいる人たちがやはりもう全員がそれでその上で 本試験の問題を見てるんで、ただのパターン問題ではないと、あとは理解というものを重視されてるっていうことを、やっぱ心から分かってる部分なんですね。で、えっ、ー、と、法人生は特に、えっ、ー、と、過去問の研究をする中で、ただ、すみません、過去問の解説するわけではなくて、前提とする他の知識とか、 あと、皆さん自体が知識を活用するために、どうエンジンを身につければいいのか、まあ、持ってるエンジンにどうやったら効率を曲るのかあの、効率よくそのエンジンが機能するのかということを、えっ、ー、と、鍛えていかなきゃ、その部分を、あの、ぜひ磨いていくように心がけてはいきます。で、あともう一つは、えっ、ー、と、大切なのは読解力、読み解く力。 記述力で、これは、やはり、読む力は、優しさがないとダメなんですよ。優しさっていうのは、書いた人の気持ちと同一の視点に立てること。で、その上で、ちゃんと表現すること。で、表現もだらだら長かったりしたら、全然、相手に読んでもらえない。ってことは、強さが必要なんですね、書く力には。なので、 テキストを読んでくださいと。で、普通にテキストのこの読み方だけではなくて、本当はこうなんだよ、本当はこうなんだよっていうのをどん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 言ってきます。となってきたときに、皆さんが自然に読む力を持ってあげなきゃ、読む力を持ってあげなきゃっていう部分を、えー、と感じてもらいます。で、かつ今度はそれを表現していくっていう形で、別に理論集、 を丸暗記してなくたってニットやのこと相手がやっぱそれに分かるようにで相手が心を動かすようにその強さを持ったものを書いて書いてということを言い続けます自分の言葉で書けばいいからなんてこれは無責任すぎますよねあの簡単にできる話ではなくて真剣に取り組んでできるようになるでこの優しさと強さが揃ったときに付加価値高いですよで付加価値高い なってくれればおのずと通過点である全員試験を突破する皆さんがもう一つ強いエンジンにパワーを入れられるものも手にすることができるんであとちょっと日頃から会話の中で意識してほしいことはコミュニケーションですからねえっと人と接するときにやっぱ面白くなるように 周りの場合を作って欲しいんですよそうすることによって相手が思ってるものをよりちゃんと的確に聞き出せる相手も喋りたいと思うっていう日頃あなた自身がもう面白くなってってほしいしでかつ喋る時も面白いこと言ってほしいんですよで面白いこと言ったら周りにこう人が集まってくる魅力的になってくるっていう人間を目指してほしい で優しさと強さと面白さがこれが備わっていれば本当に価値が高くなってきますからねで例えば勉強するから仕事なんか手抜こうっていうものを例えば求めてないですよねもし会計事務所のお勤めだったらより判断の高い仕事をやらせてもらえるように 優しさと強さと面白さを持って実務力を磨いていってほしい。で、そうじゃない人は問題を見たときにこれ具体的にどうやって使うんだろう。そのヒントをいっぱい的にいっぱいどん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 言ってきますから、だん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 考えるようになってくる。で、知識は活用してこそ初めて意味があるんだよと。もう、日本人って、えっ、ー、と、まあ、パーフェクト講座でもお話はしてるんですけど、えっ、ー、と、 習ってないんですよ知識を活用するって前提で。英語も中高でやってて、喋れる人がいない。まあ、子供っていうのは一切立てば、言葉をなんとなく喋るにもかかわらず、6年間大学入れて、もっとやってるにもかかわらず、英語すら喋れるようにならないよと。要は、知識は使うっていう前提を、やはり欠如した教育。で教育自体が間違ってる。 で財務省自体はもっと上の立場から知識を活用するんだっていうものを問題の中に盛り込んでんだと思ってほしいんですよね。で、知識を活用する活用する、これは言い続けますよ。あの、簡単な例で言えば三角形の面積、例えば直角三角形ですけど、あれどこで活用してんのって言ったときに、例えばもう測量、 図の中では直角三角形の塊で面積が日本の面積が出てるわけですよね。あと二等辺三角形があるからこの角度の違いで距離が分かる。太陽までの距離だって分かるのも二等辺三角形の考え方があるからですよね。日点から太陽を一緒に捉えてその角度で分かるんだよと。富士山の高さも直角三角形で分かるんだよと。もうここまで距離は分かるし角度が分かれば。 まあ、すみません、これはサイン、コサイン、タンジェントになっちゃうのかもしれません、三角関数になるのかもしれませんけど、知識っていうのは必ず活用できるようになってる。だけど、小学校の時、聞かなかったですよ。この直角三角形、どこで使うのこの二等辺三角形、どこで使うのと。で、えーと、もう本当に江戸時代にすごい地図作った人は、この直角三角形でねう等辺三角形ですごい日本地図を作り上げた。 で、えっ、ー、と、ま、知識は活用していくんだということを、やっぱりもう一個は、えっ、ー、と、念頭に置いていただきたいんですね。で、前回のちょっと本試験の話をさせていただくと、やはり評価損というものは、上場企業というものは、例えば固定資産であり、棚卸資産であり、有価証券であり、評価損というものを上げていくよと。その中で、 税理士がまずそれに気づくかどうか。ゲーソン会計にしようやられた中で、評価をやられてる中で気づくかどうか。で、会計の本質の中では、粉飾があってはならないんで、積極的にその評価損をやっていく。で、その中で税務上認められないものをちゃんと感じ取れて、で、それをしっかり管理することがあなたはできますかっていう問題だったわけですよ。 でえー、ともう規定をこう書けばいいだけではなくて、あと評価層を正しく理解するわけで、まあ、物損はありますけど、法的事実と、例えば会社構成法、民事再生法、法的事実と会社構成法、民事再生法の違いって分かりますか、これを理解してますかと。ということからなんですよ、意外とここを理解してない人、多いんですよ。 まず、評価層の中で、法的事実とブス、あすいません、物損と法的事実がある。であと、会社構成法、民事、再生法がある。会社構成法、民事、再生法と物損。すみません、あの法的事実の違いが分かるかどうか。えっ、ー、と、割と、えっ、ー、と、レックの方では、回答は現存を踏まえた上で、実務に寄り添った回答を、えっ、ー、と、模範回答として、えっ、ー、と、 冊子の中では入れ込みましたこれは、えー、とスタッフ一とやっぱ協力して作り上げたものなんで、えー、とぜひ、えー、と見ていただきたいものなんですけれども要はあの問題を通じて上場企業大手企業を対応するために必要な力っていうのが間違いなく評価層この中でそれをちゃんと対応を取れるか税務上否認するものを含めてちゃんと管理できる仕組みを作れるかどうか 別表明察じゃないんですけどね。これができる人間が、えっと、やっぱ上場企業対応できるんで、あの問題はそれを対応できることをちゃんと踏まえて作ってくれてるわけですよね。あと、えっと、まあ、空気を読むってわけじゃないんですけど、欠尊権についてなんですが、世の中の、あの、9割は中小です。で、大法人は一部ですよ。で、その中で、大法人っていうのは、 上場企業なら赤字を続けてたら上場廃止ですから赤字にならないようなちゃんとビジネスモデルを持ってるしそれを経営を立てられる力も持ってるだから上場企業でいられるんですけれども赤字なんかめったに起きないですよだから欠損金の繰り越しなんてまあ当初一部だったらそうはないですよ持ってる会社自体がですよねとなった時に欠損金っていうのは何かって言ったら本当は お金を借りた借入金があったで,で。その借入金で全部評価したで、まあそれ欠損が終わりますよ。で、それを繰り越すことによってまあ、極端な話1期目1000万の借入金借りて1000万全部赤字だったよ。8000万とか赤字だった。2期目に1000万の利益が出たとなった時に。 赤字をちゃんと繰り越せることによって借金が返せるってことなんですよ。で、欠損金の繰り越し控除って何かって言ったら、借金をちゃんと返せるために繰り越し控除っていうものを認めてんですよ。10年で打ち切ってんのは何かって言ったら、それは帳簿書類の保存とかもあるんで、金合いを見て10年で打ち消してるだけで、本当は全部繰り越せなきゃだったら借金返せないんですよ。 だけどおお申告を要件として、えっ、ー、と帳簿をちゃんと用意してくれている方だけにまあ認めると。だけど本当は全法人に認めなきゃいけないわけですよ。なので欠損日って何って言われたら、えっ、ー、とまあ10年間繰り越せるよと。生じたらね。でも大法人とかは所得の50%になっちゃうけどね。っていうのが一般的な伝え方。 欠損金は50制限になりますただし中小については100%繰り越せ、あの、持ち込めますと、あの、取得の。どっちが正しい順番かですよね、説明する上で。法的を見た上で。で、確かに条文上は、えっ、ー、と、1個の方は50%って書いてありますから、それを中心になりたくなりますけど、本当は歴史的流れ見では、えっ、ー、と、それが新しくできた規定ではあるんで。 で欠損金ってもともと繰り越せた当たり前なんで。だからその前の年で、欠損金の繰り越しを特典とは言わな言ってないんですよね。なので、国税庁一回見てほしい。欠損金っていうものはどう説明されてるか。って言ったら、まずは全額控除できるよ。その上で50%制限だよと。で、本試験の出題のポイントも見てほしい。そうなってるんですよ。っていうことは、ものを説明するときに、わずかな工夫があるかどうかですよ。 理論詞をそのまま書くんじゃなくて、欠損金の取り扱いについて教えてくださいって言ったときに、空気を読んで分かりやすく的確に面白く強く説明できるかどうか、ここも求められているんだよ、ということで、すいません。簡単に言うと、暗記勝負じゃないよ。理解だよ、と。暗記じゃないよ。理解だよ、と。で、理解したことをちゃんと説明できることを求めてるんだよ、と。 でこれをクリアできれば、わずかですけどね、わずかに、えっと、載せていただければ、そこに大きな点数が来るんだよと。あ、理解してる、理解してる、理解してるっていうのがキーワードなんだと。だから、えっと、そのためには日頃からちゃんとものを読める、でちゃんと表現できるで、人にみんなに聞いてもらって今日を持ってる面白さを持つっていうことをやって、やっぱ 勉強しながら、本当皆さんの価値を高めて、で優秀な税理士をやっぱどんどん作っていかなきゃいけないというのが私たちの使命でもあるんで,で、一緒にですね、この業界を盛り上げて、えー、と税理士ということになれてあのよかったという人たちをあの自分も増やしていきたいんで、皆さんもそういうふうになってい,いってほしいと思います。ガイナンスの方はここまでさせていただきます。ありがとうございました。